さんこんばんは、ナトエンターテイナーロードお時間がやってまいりました、のです。今ですね、見ての通りですね、浴衣を着ております。冬なのになんで浴衣ってなってるかもしれませんね。今回やる企画はですね、こちらタスキを使いたいと思います。タスキを使ってですね、ちょっとね、結びで最速タイムをね出していこうかなと思います。ではそれではね、早速タスキ結びやっていきましょう。レッツゴー。ではそれでは早速やっていきますが、まずね、結びのね、お手本いきます。まあ、こういう風になってね、こう結びます。まあ、こういう風になってね、ちょっと何言ってるか分かんない。こういう風で結ぶと、はい、まあこんな感じね、結びますと。こういう結び方でございます。ちょっとね、最後の部分がね、ちょっとね、手こずってしまったんですけど、それは気にしないでください。それではやっていきたいと思います。シャッ、用意、スタート。あーやばい、あー、オッケー、 12.33。 うわー、めちゃめちゃ遅え。マジか、俺もう5秒ぐらいいったかなと思ったんだけどな。12秒か、10秒切らないとまずいっすねこれ。ではそれでは2回目、いきます。用意、スタート。あっ、デイ、はい、9秒86。よっしゃい、9秒いきました。でもなんか9秒でもな、なんか物足りないよな。うーん、何が足んないんだろう。もっとスピード出せってことかな。ちょっとね、3回目ちょっとね、最後なのでね、5秒をね切ってみたいと思います。5秒だったらいけるでしょう、さすがに。もうね、感覚掴んできましたからね。さーて、ラストチャレンジ。ありがとうございます。さあ3回目、チーム用意、スタート。打たない。9秒。マジか、5秒台いけなかった。はい、ということですね、たすき結び3回やってみました。いやー、ちょっとね、最後のね、肩結びじゃねえわ、蝶々結びね、ちょっと苦戦しましたね。蝶々結びが下手くそなんすかね。ちょっとね、もうちょっとね、たすき結びね、早く結べるようにしたいっすね。いやー、悔しいです。あとね、ちょっとこの格好だから告知なんですけども、私ですね、2月の20日から24日にですね、荻窪小劇場で舞台をやることにしました、太陽系に愛を叫ぶものが2月20日から24日に公演になります。これはコメディ青春ものになりますので、もしよかったら見に来てください。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、たすき結びをねやりました。最後までご覧になっていただきありがとうございます。以上、ナトエンターテイナーロードのお時間でした。またいつかお会いしましょう。バイバーイ、 See you。 皆さんご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、 SNS のフォローよろしくお願いします。またいつかお会いしましょう。 See you。